コンチネンタルは1934年のアメリカ合衆国のミュージカル映画 RKO スタジオ制作フレッド・アステアジンジャー・ロジャースのコンビによる初主演作品であるコンチネンタルはこの年創設されたアカデミー賞主題歌部門で受賞しその他作品室内装置録音作曲の4部門にノミネートされた 本作は公開後スタジオの予想を上回るヒット作となり、アステアとロジャースは、マネーメイキングスターズと歌われた。以後、ロバータ、トップハット、艦隊を追って、宇頂天時代、踊らんかな、気まま時代、カッスル夫妻と7年の間に9作がこのコンビで、制作された。なお、コンチネンタルという放題には、 内容と関連性に乏しく、第二次世界大戦後再公開の際に放題には、離婚競争局の副題が加えられている。前作、空中レビュー時代で、初共演し、キャリオカのナンバーによってアステアとロジャースは人気を、博していたが、制作主任、パンドロエス・バーマンは、この二人の主演映画を企画し、映画入りする前のアステアが1932年に、主演した。 ブロードウェイミュージカルザゲリ・ディボースの権利を3万5000ドルで獲得した。同作はニューヨークで248回の上演記録を持ち、音楽をコールポーターが担当。後に彼の代表作となるナイトデイが初演されたのもこの舞台であった。アスティアは空中レビュー時代の撮影後、陽気なリコンのロンドン公演のために、 都営中チューバーマンからの連絡を受けて自作への出演を快諾するが、陽気な離婚のストーリーが映画向きではないこと、ジンジャー・ロジャースとの再共演によって観客から飽きられるのではないかという危機感を持ったことなどから、契約交渉は難航した。最終的に当時としては、異例のことながら、出演料の他に興行収益1%の部合収入と、 ミュージカルシークエンスの制作についてはすべてを一任するという条件で、バーマンはアステアに出演を契約させた。映画化にあたっては、夜も昼も以外の舞台版歌曲はすべて削られ、ハリー・レベルとマーク・ゴードンによる、ドンとレッド・イット・ボザー・ユーと、レッツ・ケイ・ノック・ケイ・ニーズ、コン、コンラッドとハーブ・マジソンとによる、A ・ニードル・イン・ A ・ヘイスタックと、 ザ・コンチネンタルの4曲が書き下ろされた。最大の見せ場は、舞台版以来の夜も昼も、と、コンチネンタルのプロダクションナンバーで、前者ではアステアとロジャースの名人芸が披露され、後者では17分にわたって数十人のエキストラダンサーを用いた群舞が見られた。ありがとうございます。